銀河のアルクレムのユトピーのドヤです今日紹介するのはこちら SH フィギュアーツのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーューム3カラスター・ロードロケット・ラクンでございますいやもう久々じゃないスパイダーマン以外のマーベル・アーツなんて あ,あいつらがいましたわ。ということで、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのスター・ロードとロケットがね、2体セットになってね、フィギュアツかでございます。映画公開してからだいぶ経ちますけども、わりかしこれはね、待っておりましたよ。スター・ロードはね、評判がいいですが、どうやらロケットの方はだいぶ稼働がオミットされてるようですね。そこが色々言われておりますけども、果たしてどうなんでしょうか。じゃあ、開けていきましょうか。マーベル・レジェンドは映画公開前にもう全員発売されておりますけども、フィギュアツはどんな感じでしょうかということで、結構付属品も はいはい取り出していくわーいっぱい弾けましたはいスターロードはこんな感じはいはい良さげな気はするなしっかりこのチームスーツを着ておりますねとロケットはこんな感じでございますどうでしょうねロケットもアーツは3回目でございますけども大きく変わっているのはこのボディですねで尻尾は別に付いているのでこれをつけちゃいましょうかおか つけることできましたとってな感じで細かいとこ見ていきましょうか。まずはスターロードから。はい、スターロードの顔、このような感じでございます。演じているのはクリス・プラットでございますね。いや、なかなか険しい顔しとるな。眉間にシワが寄りまくりでございますよ。ガモーラをね、失って、 で、映画のの序盤でででもずっと落ち込んでまままししたからね傷つきくりりスターローロドを再現しておりますでデジプリはどうだ、まあ、大きなズレはないか。最近ズレもないので、ここは良かったですね。で、顔に関してはどうだろうな。<laughs> 似てるような、似てないような。こうなんとも言えねえな。正直、顔の似てる感じだとで前のスターロードのアートの方が良かったなとは思いますけどね。で、髪型はこのようにくるくるになってて、これは映画の劇中通りかなと思いますね。 はいはいこんな感じでございます。まあでも悪くない顔してるんじゃないですかね。ヒゲもね、単純に塗装だけで頑張ってるんじゃなくて、しっかり凹凸で造形されてるのって、わりかしリアルめな感じになっております。まあいろいろと頑張ってはいるかなとは思いますね。ボディはこのようになっております。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのね、メンバーが着てる共通のね、デザインのスーツとなっております。しっかり胸にもね、ゴールドのマークついておりまして、これは造形良さげですね。で、この中央のね、このパーツは軟質素 素材になってて大きく分割されずになおかつ可動にも合わせて動くようになってるっぽいのでここはいい感じの処理されてますね腕はこのようになっておりますなかなか情報量は多いですね複雑なデザインをよく塗装と造形で表現してると思います太さも問題ないでしょう交換用手首パーツは10の持ち手首2つと開き手首が1つの全部で1組ずつ付属足はこのようになっておりますと色味的にはスインプルで黒いブーツを履いておりますし の造形も良好です、すで太ももあたりのところには、ガンをね、かけるためのフックがついております。地味に嬉しいポイント。背中から見るとこのようになっております。結構、うちっとしたね、肉体的なボディーとなっておりますね。いや、いいんですよね。劇中のクリスプラットもムキムキですからね。この辺の再現度も良好です。 ということで SH フィギュアーズのガーディアンズ・オブ・ギャラクシー Vol.3 のスターロードね、見ていきましたけども、色々と変わってるところは非常に多くて、特にこのスーツの再現度めっちゃ良くないですかね個人的にかなり良いスターロードのフィギュアだと思います。顔はね、まあかなり好みはよるとは思いますが、造形は良さげですからね。やっぱあの映画がなかなかの神映画だったので、このスターロードのフィギュアというのも遊びがいがあるものではございますよね。発売待たされただけあったなと思います。 いますよということで可動範編見ておきましょう首の回転ここはぐるんぐるん問題なしで肩の角水平方向まで上がって回転もするしロール軸もあるとで肘めっちゃ曲がるねこれ素晴らしいで腰の回転こんな感じでこの前の軟質パーツがこういう感じにねついてくるので全然問題なく動かせますね前後可動もめちゃくちゃ優秀で問題はなしで開脚前後左右でしっかり しっかり開くことができますこのね、ブラスターの引っ掛けるフックがねわりかしね、細めなので遊んだきゃ注意。膝も曲がるし 知性はちょっと微妙なところ、まあ、若干動くかなというところではありますおおむね稼働は優秀ですね武器にはこのスターロードおなじみのこのねブラスターが付属しております造形モールドめちゃんこ細かくて塗装もしっかり入っております前に付属したものとも全く同じじゃないので微妙に変えてきてるのは嬉しいねでスターロードもう一個ブラスターがね付属しておりますこれもかなり付属品としては豪華ですねでブラスター全部2丁ずつ付属してるので全部で4丁付属しております、はい、ブラスターも またスターロードおなじみの武器ですからねこれはもうイメージにある通りじゃないですかね手首パーツトリガーの部分ね指がね意外と当たってないので若干ちょっと微妙だなと思ったんですがあれだね遠くから見るとそんな気になんないかなので しっっかりねね銃を持った、ね、スターローロドでででアクションできるわけですよこれはもうい、つも通りのこっちのブラスターも持たせてみましたと、これも問題ないでしょう。地味に手首パーツね、別々で付属してくるのって、かなりこだわった付属品なんじゃないかなと思いますね。やっぱり、銃撃アクションがおなじみのスターロードなんでね、全然ありではあるんですが、なんかそのうちなんか、ウォークマンとかね、付属してくれたらもっと良かったなと思いますね。腰にね、なんかつけていた印象があるので、それがあったらもうまさに、 スターロードではあったんですがまあいいでしょうでブラスターはこんな感じで腰に引っ掛けることができるようになっております本当に引っ掛けてるだけなんですが結構ちゃんと引っかかっているので簡単に取れることはなさそう はい、スキルの簡単ですね。逆さにしても落ちないですね。お結構しっかりついてるわ。またこれも地味に嬉しいポイントですね。いや、かなり今回のスターロード頑張ってるんじゃないですかね、バンダイこの調子でね、本当はね、もうどんどん色々なマーベルのキャラね、出してほしいんだけどね。アンドマンもだいぶ遅れてね、発売する予定ですけども、絶対ワスプは出ないと思いますし、ブラックパンサーのワカンドフォーエバーはドスルーされてますし、まあ次のマーベルズがね、キャプテンマーベルとか、ミーズマーベルとか、モニカランボーとか出てくれればいい。 いいなぁと思いますけど、まあ行ってキャプテンマーベルぐらいだと思うけどねバンダイマジで映画1作ごとに1体私してほしいよ。 劇中だとグルートと行動していたところも印象的ではありましたね。ハイエボリューショナリーのね、船に乗り込むところでございますよね。グルートにもね、いろいろ武器持たせられるようになってたらよかったな。どうせフィギュアスは出ないと思うので、マービルレジェンドでもまあ十分遊べるかなと思いますね。今回のスターロードがね、レジェンドとそんなに大きさが変わらないから並べても全然違和感はないんですよ。はい、次はロケット。 ドラクンを見ていきましょうか。お顔はこんな感じで、結構キリッとしたね、顔してますね。目とかも微妙に質感が違って光沢感のある塗装になってるので、かなり良さげな気がする。で、毛並みの造形とか、デジプリの塗装も良好ではございますね。ちょっと白いところの色が、もう少し明るくてもいいのかなと思いますね。アライグマ感がそっちの方が表現されている気はするけども、まあ、毛の感はよく表現されてるんじゃないでしょうかね。鼻の造形も良好ですよ。今回の映画でね、主人公ですからね、実質ね。ロケット。 しっかりこうやって再現してくれてるのは嬉しい。で、ボディは共通のこのガーディアンズのスーツを着ております。映画では終盤に着ていた姿ですね。胸のマークも再現されておりますと。で、腕はこのような感じでちっちゃいですね。本当にね。手がちっちゃいでございます。で、肘関節はないというね。<laughs> ここがね、ちょっと残念なポイント。ロール軸はあるんだな、でも。 この微妙に可動がね今回のロケットオミットされてるんですよで足はこのようになっておりまして膝の可動も足首可動も一切ありませんこれもまたちょっと とね残念ポイントですよ尻尾が重たいので耳調整とかしたいんですがそこで言うこともなかなかできないのが残念ポイントかなと思います造形はいいんだけどねで背中見るとこのような感じで尻尾が非常に大きいですねボールジョイントでくっついてかなりしっかりくっついているので通れることはなさそうはいはいこんな感じということでフィギュア2のロケットラ楽園細かく見ていきましたとほんとざっと見ていきましたけどもいや劇中再現度は高いと思うんだよね非常にねクオリティを高くね再現してくる 触れてるんですが、まあ、どうしても可動のね難があるので非常にね立たせにくいんですよね尻尾の支えがあればまあ立つんですが手が外れたやっぱ足の調整効かせにくいんでちょっと前鏡的な感じにすれば立たなくはないかなと思いますいやもったいねーな本当にねポーズ固定で飾る分ではいいのかもしんないけどねまあ、そんな可動域見ていきますか首の回転ここはぐるんぐるんですね問題なく動くで腕は肩が水平まで上がって で、回転もすると。ロール軸もあるんですよね。ただ、肘の関節はない。で、腰の関節というか、胸の下ですけども、ここはぐるんぐるん動かせます。で、足の開脚、前後左右は、こんなもんか。左右がちょっと狭いですね。で、膝可動と足首可動は一切ありません。いや、せめて、 で、膝か足首どっちか欲しかったなちょっと残念。ロケットの武器にはブラスター付属しております。メイちゃんこちっちゃいですけども、スターロードのものとかなり似てますね。で、手首パーツ一体化で二丁付属しております。ロケットにブラスターを持たせるとこのような感じでございます。まあ、そのまんまシンプルに持っただけではございますね。構えるにもさ、肘がもうデフォルトで曲がってるので、ちょっとね、下気味にやらないとまっすぐ構えられないですよね。まあでもそんなに気になるところではないか。 いや、でもポージング、本当限られちゃうので、大したね、アクションできないですよね。ほんとこの映画の主人公なので、この扱いはちょっと、いぞいぞ番台。値段上がってもいいから、やっぱ角をつけて欲しかった。ちょっと武器が寂しいので、マーベルレジェンドの方についてくるロケットのこの大型ブラスター持たせてみました。腕はめてるだけではございますが、それっぽく持ってる風には見える気がする。やっぱロケットとやっぱでかい武器もね、印象的ですからね。 はい、比較してみましょう。こちら、マーベル・レジェンドのスター・ロード・ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、Vol.3 版でございます。いや、まさかの身長一緒というね、はい、こんな感じ。 ああすごいな身長一緒ですわマーベル・レジェンドとアーツが同じキャラクターで身長一緒ってマジで珍しい気がするこそれぐらいね今回のスターロードは大きめに素体が改善されております嬉しいところですよね今までちっちゃかったのがおかしいんですよねでスーツの色味とかは今回のアーツの方が劇中にわりかし近いのでこの辺の再現度でいって ったらやっぱりアーツかなりり頑張っってるよねやっぱりマーベルレジェンドがいいところはこのねもみあげなんですよね直角ではないですけどもピンとなったねこのもみあげがね結構スターロードらしくて好きなんですよねアーツの方はないですからねここが大きな違いではありますねもうあと顔に関しては好みかなと思いますはい次は SH フィギュアーズのスターロードガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのリミックス版でございます <laughs> すごい身長さ別人ですねこれは全然身長が違いますよこんなにちっちゃかったんですね前のスターロードのフィギュアーズ やつってねドクターストリンジもね、顔はあれでしたけども、身長調整されてでかくなってたので、やっぱデフォルトこのぐらいの大きさにしてね、出してくれるとありがたいですよね、とか言いつつ、マーベルアーツがあんまり息してないのが非常に残念なところではございますけども、<laughs> 今回のボリューム3版、めちゃくちゃね、改善されてるポイント多くて、スターロードのフィギュアとしてはね、いいもんですよ。はい、マーベルレジェンドのロケット・ラクーン・ガーディアンズー・オブ・ギャラクシーボリューム3と比較でございます。はい、スターロードと同じように、ボディの 色味はアーツの方が近いんですが。 結構、刀身とか顔の大きさは微妙に違いますね。同じキャラをベースにしてるんですが、やっぱり違いはいろいろありますよ。ただ、可動域とか可動の大きさに関しては、マーベルレジェンドの勝ちというところですかね。これはかなりでかいところよ。尻尾のしましまもだいぶ違いますね。いや、ほんと、可動さえ頑張ってれば、今回のアーツマーベルレジェンドよりは良かったんですけどね。はい、前に発売した SH フィギュアーズのロケットラクーンと比較でございます。ごめんなさい、これがね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーリミックスの方なんか、いや、便 ンジャーズインフィニティーなのかね、わかんなくなっちゃった。一緒ですからね、ほとんどね。まあこんな感じで、可動はね、もう明らかに前のロケットの方がありますよね。でも体の太さは圧倒的にボリューム3の方があります。いや、どうしてだろうな。非常に残念ですね。で、顔の大きさも、やっぱり今回の大きくなって。 全体的なバランス調整はされてるんだと思いますねやっぱりもう何度も言うようにね稼働があればねほんと100点でしたよちょっとスターロードの頭外してみたんですけども首なんかすごい模様模様というか荒れた皮膚みたいになってますねどう,どうしたんだろうねこれちょっと気持ち悪いな、まあ、な何で外したかっていうとですねこのマスクヘッド のスターローロドがやりたかったかかっらですよいやいいじゃんかっこよこれね乗せてるだけなのでくっついてはないんですが、まあ、でもかなり雰囲気はいいし頭の大きさもそんなに変じゃないねおーいいこれコミックのスターロードって感じがするあかっこよこれいやこれいいわ素晴らしいやっぱ逆さにしなければ落ちないのでそんなに悪くないじゃんめっちゃマーベルキャラクターみたい <laughs> かっこよ。前のスターロードのアーツを持ってる人の特権ですね。素晴らしいこれは。ちょっと表情が乏しいので。 頭外して、前のアーツについてきたロケットの顔はつけられないね。全然無理。サイズが合いません。もうその顔の大きさ違うから若干バランスがおかしくなりますね。いや、これもロケットらしい顔なんだけどね。でも今回の映画だとロケットほぼほぼ終盤じゃないとなかなか大きな活躍しないところではありますし、結構険しい顔してることが多かったので、ま、この無表情もそんな悪くないか。はい、セットのね、スターロードとロケットを二人で並べてみましたと。 がででででできるるのののははは嬉嬉しししいいいすすねねどどどっちも映画のメインこころであるので扱してくれたことは嬉しいんではございますけど、ね、マジで、ね、スターロードに関しては本当クオリティ高くて最近のマーベルアーツス,タパスパイダーマン系含めてかなり頑張ってはいたので今回も評価は高めかなと思いますねまた映画が見たくなるわ。皆さんガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3どうですかね僕は今年見た映画で3本の郵便に入るぐらいめちゃくちゃ好きな映画になりましたよほんと最高のね完結編だなと思いましたね気持ちいい終わり方でしたよね ということで、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの、まあ、メインどころのメンバー並べてみましたよとね。チームスーツがね、色味が違うところが気になるところでありますが、身長もちょっと気になるけども、まあ、おね全員再現度高いので、やっぱこれできるのは嬉しいところですね。まあ、フィギュアツがね、後のメンバー出してくるとはもう思えないので、スターロードとロケットで、我慢するしかないですけども、まあ、しょうがないところかなと思いますね。なかなか保管してくることはなさそう。それこそ、スパイダーマン農園 ホームレベルの大ヒットしないと後から出してくるのは難しいからねでもこれでも十分楽しめるとは思います。 SH Figures のガーディアンズオブギャラクシー x y Vol.3 のスターロードとロケットライーンでございましたけども、造形に関してはかなり良くなってると思います。特にスターロードね、身長の調整がされていて、かなり大きくマッシブな感じになってますし、顔つきもかなり映画の雰囲気にも合ってるかなと思います。で、スーツの造形もめちゃくちゃ良くて、特にお腹のね、前にある軟質パーツが分割されてないので、ビジュアルすごくいいんですよね。ここは評価高いと思います。で ブラスターもね2種類付属するということで表現の幅も広いですしブラスターを腰にマントできるというところもいいところですよねかなりスターロードに関しては力入れて作ってると思いますでロケットに関してはもうなんか付属品というかねおまけ程度なのかなと思いますねおそらく新規造形なんだとは思いますがやはり稼働がかなりオミットされてる部分は残念ポイントかなと思います肘か膝どっちか動いてほしかったなほぼほぼ固定のフィギュアにはなってしまっている考え 否めないのでそこが残念ポイントだとは思いますまあ扱化するだけでもいいのかなと思うけどねでもおおむね満足度は高いスターロードとロケットのフィギュア2だと思いますこの調子でマーベルアーツ頑張ってくれということで僕のチャンネルではこれ以外にもマーベルや DC ーシーのアメコミフィーローのフィギュアのレビューしておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではゆとぴでしたありがとうございます